トルガ、頼む。
イサベルに聞いてみよう。見てってちょうだい。ちょうどだね。どうもね。オリフレブの方からエーテル溜まりが広がってるそうよ。いや、何か買っていってくれないか。しかも金払いのいい客が来なくて。兵士どもの様子がおかしくないか。まさか魔物にやられたなんてことは。見たことのない魔物となって戦えない。君ならできるさ。シド、来てくれたのね。夜の帳の娼婦か。見たことがない魔物が現れたと聞いたが。ええ、青く光る魔物がたくさん現れたの。町の人も襲われて。クライブ、青く光る魔物って。あの厄介な奴らのことだろう。マダムと話したい。彼女は今どこに。軍の訓練所よ。兵士たちと今後の対策について話をしてるはずだわ。わかった、ありがとう。マダムは軍の訓練所よ。兵士たちと今後の対策について話をしてるはずだわ。どんな様子だ。さっきそこを通った兵隊さんたちを見た。ああ、みんなひどいけど
ひどい傷。しかしマダム、あの魔物には仲間が何人もやられてるんだ。隊長だってとっくに死んじまった。オリフレムはエーテルだまりに沈んで、自治領島からの知らせは途絶えたまま。俺たちもどうしたらいいか。召喚夜の帳はいつ何時も門戸を閉ざさぬ安らぎの場所。私は主としてあの場所を守る。そのためにここで戦い抜くと決めた。あなたたちは何のために戦うの？国のため？信仰芸家のため？そのどちらも。もうないのよ。だったら今ここで己の意志で剣を捧げる者を選びなさいな。俺はこの町のために戦うぜ。国も軍もめちゃくちゃで、どうせ行くあてもないんだ。おいフィリップ、戦うったってこの状況じゃ。俺に考えがある。向こうで話そう。ああ、分かった。こっちは任せてくれ。クライブ、それにお嬢さんまで救援に応じてくれたのね。話は聞いてきた。イサベル、あんたは兵士たちと町の守りを固めろ。魔物は俺たちが受けよう。ありがとう、二人とも。それで魔物はどこから？それがわからないのよ。この空になって突然だったから。この訓練所に怪我人を集めてるの。彼らから聞いた方がいいかもしれないわ。わかった、そうしよう。この訓練所に怪我人を集めてるの。魔物のことは彼らから聞いた方がいいかもしれないわ。あんたを襲った魔物のことを教えてくれないか。ああ、エーテルだまりになったムーアの家が気になって様子を見に行こうとしたんだよ。周りが突然光ったかと思うと魔物が現れて、命からがら逃げ帰ってきたんだ。そうか、ありがとう。ムーアの家が気になって様子を見に行こうとした時だよ。青く光る魔物に襲われたんですか？ええ、そうなの。消えたと思ったら突然違う場所に現れて。あんな魔物初めて見たわ。それはどこで？私はオリフレムから逃げてきたんだけど、その途中だったからムーアの村を過ぎたあたりね。話してくれてありがとう。どうかお大事に。あの魔物はムーアの周辺に現れたみたいね。行きましょう。私はオリフレムから逃げてきたんだ。フィリップ、考えて。エーテルだまりの調査で犠牲がこんなに。警戒して。ああ、ふっ。
取る。片付けるぞ。
今のでしまいか。ええ、いなくなったみたい。一度ノースリーチへ戻りましょう。そうだな。ありがとう、助かったわ。目につく限りを倒しただけだ。この先何があるかわからない。町の警備は緩めない方がいいだろう。そうね、気をつけなきゃ。フィリップ、お願いね。あなたたちが頼りなんだから。ああ、何とかしてみせる。彼が動いてくれたおかげで兵士たちがやる気を取り戻してくれたの。マダムの名前をちらつかせただけさ。成果を上げれば彼女のご褒美にありつけるかもってな。ノースリーチはマダムあっての町さ。俺が兵士になったのは何かを守って戦う姿に憧れてたからだ。仲間に、町に惚れた女。ここには守りたいものがいくらでもある上手ね。さて、俺は早速警備のことをあいつらに相談してこよう。まだまだ問題は山積みだけど、ノースリーチのみんなと協力して乗り越えていくわ。二人には感謝してる。本当にありがとう。あなたたちには感謝してる。まだまだ問題は山積みだけど、みんなで乗り越えていくわ。よしよし。いきなりアカシアが襲ってきてみんな混乱してる。シド、あんたも無茶しないでくれよ。こいつを助けてくれ。重傷なんだ。どうしよう、手当てが追いつかない。あるもんだけだよ。毎度。ほらよ、道中お気をつけて。アカシアの群れが仲間を。喋るな、傷に響くぞ。マーサ、無事で何よりだ。クライブ、よく来てくれた。アカシアの大群に襲われたらしいな。詳しいことを教えてくれないか。この空になってから急にアカシアが現れてね、人を襲い始めたんだ。少し前にはここにも大軍が押し寄せて怪我人も出しちまった。うちの傭兵団や助っ人たちの頑張りでひとまず切り抜けたけど、今も戦いは続いてる。クライブ、私たちも加勢しましょう。そうだな。ありがとう二人とも。さっき堕落の門の先でアカシアが出たって知らせがあったんだ。助っ人たちが戦ってくれてるはず。どうか力になってやっておくれ。わかった、すぐに向かう。さっき早速現地へ向かいましょう。ああ、急ぐとしよう。さっき堕落の門の先でアカシアが出たって知らせた。疲
助っ人たちが心配だ。彼らは強い。きっと戻ってくるさ。アカシアが入ってこないよう防柵を立てとる。ライブ、あれを。怪我人は後だ。まずはアカシアを片付ける。これで全部ね。大丈夫か？はい、おかげさまで。ありがとうございます、クライブ様。なぜ俺の名を？我々は種火の守り手。以前黒騎士との戦いでは力添えいただきました。マーサが言っていた助っ人とはあなた方のことだったのか。それではウェイド卿もここに？いえ、現在はよそへ偵察に行っておられます。そうか。この辺りは落ち着いたようだ。あなた方も手当てした方がいい。一旦宿へ戻ろう。助かったよ。あの人たちを死なせずに済んだ。種火の守り手とはいつから協力を？ロザリス城が襲われた時にうちで難民の受け入れをしたのがきっかけさ。本格的に合流したのはこの空になってからで。マサ、大変だ。偵察に向かったウェイド卿の一団がアカシアに追われて昇降機のすぐ下まで。確認する限り怪我人も出てるみたいだ。なんだって？俺たちが行く。マーサさんは負傷者の手当ての支度を。わかった、頼んだよ、二人とも。ウェイド卿たちは昇降機で降りた先だ。二人とも頼んだよ。偵察に向かったウェイド卿の一団がアカシアに追われて昇降機のすぐ下まで。確認する限り怪我人も出てるみたいだ。を助けてくれ。重傷なんだ。いきなりアカシアが襲ってきてみんな混乱してる。シド、あんたも無茶しないでくれよ。アカシアのせいで誰も彼もひどい顔色よ。傭兵たちはお店に遊びに来るどころじゃないし、町の可愛い男たちがみんな気の悪い魔物に夢中だ。アカシアなんかに俺の研いだ剣は負けねえ。負けてたまるかってんだ。アカシアどんめ。よっ。
オスカー、お前は動ける者を連れて宿場へ戻れ。ですが。早く行け。はい。ウェイド教。クライブ様、ジル様、なぜここへ。マーサは俺たちの協力者だ。彼女から救援要請があって駆けつけた。こっぴどくやられたな。油断しました。まさかあんなにも多くの魔物がアカシアになっていたとは。クライブ、クソ、追いつかれたか。負傷者を守らないと。ああ、分かってる。ウェイド教、やれるか。もちろんです。よし、やるぞ。オルガ、どうにか倒せましたね。ええ、よかった。またお二人に助けていただいて、なんとお礼を申し上げればよいか。気にするな、やれることをやっただけだ。ウェイド教、よく無事で。マーサさん、どうしたんだ。マーサ、リアンノン山道にもアカシアが現れたらしい。次期宿場に押し寄せるかもしれないって。今度はそっちに。ジル、行けそうか。問題ないわ。俺たちはこのままアカシアの討伐に向かう。二人は負傷者を頼む。任せておきな。わかりました。お二人ともお気をつけて。
外で戦ってる奴がいるんだ。休んでられん。ジル、アカシアだ。場に入れるわけには。食い止めましょう。遅くなって申し訳ありません。これより加勢いたします。ウェイド卿、助かる。行くぞ。片付いたな。この辺りはもう大丈夫ね。マーサさんのところへ戻りましょうか。ああ、そうしよう。無事に戻ってきて何よりだよ。アカシアたちに動きは？調べに出ていた連中の話によれば、この付近で群れていた奴らは一掃されたみたいだ。やっと一段落ついたね。それはよかった。あんたたちのおかげさ、本当にありがとう。とはいえ、アカシアそのものがいなくなったわけじゃないですからね。今回の襲撃では後手に回りましたが、敵の出方さえ分かれば対処もできます。宿場の傭兵団と協力して新たな警備体制を整えていきますよ。
種火の守り手が力になるならこの宿場も心配ないだろう。ああ、みんなで乗り切ってみせるさ。そうだ、クライブ様、あなたに紹介したいもの。オスカ、こちらへ。お会いできて光栄です、クライブ様。私はオスカー・マードック、ロドニー・マードックの甥です。マードック将軍の？先ほどは窮地をお助けいただきありがとうございました。オスカ、君の気持ちを伝えるといい。はい、ウェイド卿。クライブ様、どうか私を従者としてお連れください。あなたのおそばで騎士の何たるかを学ばせていただきたいのです。待ってくれオスカ、俺はもう騎士でも何でもない。それどころか巷では滞在人だ。シドの名を聞いたことがあるだろう。私は幼い頃より叔母のハンナからあなたの話を聞いて育ちました。そしてウェイド卿とご一緒するうちにシドの行動の意味を理解したのです。それは叔母から聞かされていたロザリア騎士の志そのものでした。私はその志を受け継いでいきたいと思っています。私からもお願いします。クライブ様から学べることは数多くあるでしょうから。従者か、困ったな。いいじゃないクライブ、隠れ家で面倒を見てあげましょう。ハンナ様もきっと喜ぶわ。分かった。だがたとえ将軍の甥でも厳しくするぞ。ありがとうございます。望むところです。クライブ様、これからよろしくお願いいたします。オスカーのことをよろしくお願いします。隠れ家のことは後で伝えておきますね。我々種火